こんばんは、ピリです。今日はマチロです。マチロはね、毎日遊んでるんですけど、動きが早すぎてなかなか動画が撮れないことが多いです。いつも部屋ポストやとき、こんな感じで様子を見ながら回し車を回しております。前の動画で紹介したシリアのラタンボール、気に入ってるみたいでハウスに入れてみたんですけども、よくカチカチしてるので買ってよかったなっていうものに仲間入りですね。これは今日は掃除をしたいのでこのまま出していきます。回し車から乗らないで必ず2階でご飯のところから乗ってきてくれます。ペットサークルで遊んでほしかったんですが、謎のフリーズで動かなくなっちゃいました。どうしたんでしょう。いつもささっと降りて遊びに行っちゃうんですけど、すごい固まってますね。フローリングの上が嫌だったのかな。布団の上にしてみたんですが悩んでますね。遊んどいで、もう一度遊んどいで。あ、ちょっと動きましたね。よし、いってらっしゃい。ケナフの箱みんな好きでここにいることが多いです。暗くて落ち着くのかな。中とか結構かじられて床材みたいのができてます。でこのまま遊んでくれてるみたいなので掃除していきます。新しい水槽を買ったんですけど、今日はそっちに移動の日です。詳しく載せた動画は今週末あたりに出しますので、お楽しみにしててください。掃除したらマチャが出てきました。大きめのブロッコリーあげたんですけど、スキルチーズみたいに食べてます。ここにブロッコリーを置いといて少しずつ食べて、その後また寝て起きてっていうのを最近繰り返してます。掃除が終わった後は体重測定です。ちょっとまた増えてますね。マチロもちょっと野菜を増やそうかな。その後ちょろちょろ遊んでたのでしばらく遊ばせておきました。この瓶結構高いんですけど入れるんですね。ちょっと困ってそう。手がないと降りないので絶対手が来ると思って、なんだかんだギリギリのところで止まってるので可愛いです。この瓶出るとき危ないから斜めに置いておきましょう。うちらを借りたくなったらサークルの下を掘ろうとしたり二足歩行で探してくれるので、借りたいタイミングが一番よくわかります。名前呼んでもこういう時だけ来てくれるので可愛いですね。探し始めたので今日はこのまま帰ります。また週末に新しい水槽ゲージと買い物したものを載せますので、よろしければ見にいらしてください。それでは今日はこの辺で、バイバイ。